モノマネ職人松村邦洋がアーシベと組んでコラボ参戦。今夜ワイドなショーで大物有名人が続々やってくる。さあワイドなショーでございます。松本さん今日もよろしくお願いいたします。あーおはようございます。あよろしくお願いしますお願いいたします。いやいやちょっといいですか。はい、あのこれいつもと飲み物がちゃうねんけど、これは一体何ですか。プロテインでございます。マッチョな松本さんのリクエストでございます。といやいやいや、そんなん言うてへんわ、はい、東のお前悪いな。今日の特集でございますがこちらでございます。どうぞ。はい、今回はですね、街の人に伺いました。あなたの好きな大物俳優、大物タレントはどなたですかということでインタビューしましたら、ご覧の方々が選ばれましたでございます。うわー、そうでございます。すごいメンバーやなー。はい、草薙剛君の名前も書いてあるけど、草薙君ってどんな感じなん。私は将軍になどなりとうない。だが今のままで満足一本満足。今のは一旦ちょっと中井くんに聞いてみよう。中井まさひろ、アイドラシー。完全に悪意あるわ。いやいや、うるさい。東野ちょっと何とかしてんの。おはようございます。すいません。松本さんも船越英一郎さんとお付き合いがあることでございますか。ね、はいはい。松本さん、お願いです。通り自首してください。あのすいません、トンネルズさんともなんか交流があると伺いましたが、もう松本くんもそろそろパーマかけちゃおうよ。うるせえなバカお前、 YouTube が忙しいんだよバカお前。あのバッコイ持ってこいよバッコイ。ちょっと待って、どっちも高木やっちゃうとガチャガチャしちゃうから、お一旦静かにしよう。どうなんだよタカお前、なんでまた俺に振るんだよ。何言ってんの。その辺はたけしさんはどうなんですか。ダウンタウンもトンネルズもあれどうなんだ、二人はあの仲いいのか。いやいやいや、もうネットが荒れるから本当にもう。いや、もう慣れないモノマネで喉カラッカラや。もうすいません、プロテインを松本さんにおかわりお願いいたします。ありがとうございます。手いらんわ。ありがとうございました。ありがとうございます。